こんにちは、なほねえです。今日もまた LINE アバターの話になるんですが、ちょっと、すごい機能を教えていただいたので、今日はそちらをご紹介します。それではいきます。なほねえのなほチューブ。はい、今日はなんとスタンプを作成してみます。こちらのスタンプを作成をタップすると、アバタースタンプを作ろうという画面が出てきます。ここでですね、 LINE ステッカーメーカーというアプリをダウンロードしなければならないので、まだアプリが、ダウンロードしない方はしてください。そうするとこういうふうにリストが出てくるんですけど、これはもうすでに私が、登録したリストですね、以前に作ったスタンプなどがちょっとこういう感じで出てきます。はい、で今回私こちらのご挨拶バージョンっていうのを申請して、本日許可がおりました。8スタンプ、16スタンプとありますが、最大で40スタンプまで一つのところに入れることができるそうです。で今回はこのオリジナルスタンプを作ろうというところで、自分のアルバムから、好きな写真を切り取ってスタンプを作るのもできるんですけれども、今回はもっと簡単な LINE アバターを使ったスタンプの作り方をご紹介してみようかなと思います。はい、まずプラスを押します。するとこの画面になるんですが、迷わずプラスを押すとこの画面になります。でアバターを使って簡単作成というところを押してみますと、自分のアバターが出てきます。で、それをポチッとして読み込みをしてください。すると、勝手にね、8個のスタンプができましたっていうふうに出てくるんですけれども、ここに今16個の、勝手に作られたスタンプが出てきます。で、このまま、申請してもいいんですが、まずですね、自分のこうよく使う頻度の高いのを上に持ってった方が使いやすいかと思うので、上の編集を押してスタンプの並べ替えを押します。するとこう画面に絵が出てくるんですけど、一番よく使えそうなやつを、1番2番って上の方に持ってきた方がねいいかなと思いますので、それで順番をまず決めてみてください。今回はこちら16スタンプあるので16個、順番を選んで、選び終わったら上の保存を押します。はい、そうするとこの順番通りになってきますね。そしたらタイトルをつけます。今回例えばなほねえ、基本の16とか、なんか好きなタイトルを作ってください。はい、なほねえご挨拶にしました。そしてここに説明文を、つけますね。これは既存で書いてあるんですけれども、好きな言葉を入れてください。そしてもうこのままね、販売申請というのを押して、何個のスタンプを、この16個あるうちの何個のスタンプを作るかっていうのを一応この順番通りに押しますね。はい、そしたら次へ。で、メインの画像、一番最初に出てくる画像をどれにするかというのを選びます。うん、今回これにしましょう。次へ。そうすると、ここら辺にいろいろな、条件というか書いてあるんですけれども、重要なのがこの売上分配設定っていうんですね。無料ダウンロードと有料ダウンロードというのがありまして、無料ダウンロードだと、作った本人が無料でダウンロードをできるんですが、他の人が買った時に売上金が戻っ、こちらに入ってこないというものですね。逆に有料ダウンロードにすると、作った本人も有料で買わなくてはいけないけれども、
他の人が買った場合、自分のところにお金が入ってくるよというものだと思います。で、あとちょっといろいろ設定があると思うんですけれども、いろいろ設定をしてから、次へというところを押しますね。するとプレビューでこんな感じでできますよというのが出てきまして、でここの条件に同意しますをクリックして、リクエストというのをすると、申請リクエストができましたというふうになります。はい、今作ったのが一番上のところに出るんですが、今回はちょっとこれ消しときますね。はい、先ほどは簡単作成だったんですけど、今度はこだわりの、編集をしてみましょうという方を選んでみます。そうするとポーズがさっきのよりも多く、多分40種類出てくると思いますので、そのうちの、どれかのポーズを選びますね。ちょっとこのギターを弾いてるのにしてみましょうか。そうするとこの枠が今見えにくいですけど、丸とか四角とかの枠が選べるようになっていて、こんな感じになりますよ、こんな感じで見えますよというのが出てきます。で、次へを押しまして、サイズと角度調整などが編集できます。で、次の、画像編集のところでテキスト文章を入れたりとか、あとスタンプを押したりとかいろいろできますので、そちらの方も、自分のね好きなようにカスタムしていってください。文字の色を変えたり大きさを変えたり、できます。あと背景のね色を変えたりとか、結構ここら辺は凝って作ってもいいようになっているので、いろいろ試してみてください。はい、こんな感じでできますよというイメージで、よかったら保存をします。はい、こんな感じで、今一つできましたが、最低8個、8個、16個、32個とかいろいろ選んで作ることができますので、お好きな数だけ時間をかけてゆっくりと、作ってみてください。はい、こんな感じで、自分のお好きな、アバターを使って編集したりとか、あと自分の好きな写真なんかを使ってスタンプを作ることができます。あ、今ちょっとこんなキャンペーンもしてるみたいなので、猫ちゃん好きな方は作ってみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。こんな感じで簡単に、LINE スタンプを作ることができます。私の場合は申請をしてから2日で、返事が来たんですけれども、許可が下りましたというね、返事が来たんですけれども、その後その LINE の連絡のところから、リリースっていうボタンを押して、そして、別でメール、自分のメールのところに無料ダウンロードができる、URL が来たので、そこから、ポチッと押したら自分のところだけ無料でできる、ように無料でダウンロードできました。もしわからないことがあったらちょっと聞いてみ、コメント欄などで聞いてください。はい、ということで、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。それではまたね。チャオチャオ。
Thank you.